こんにちは、マリーです。今回はマシュマロでたくさんいただいていた M ハウスのお悩み解決動画になります。そのマシュマロがこちらなんですが、もうほとんどが階段に関するお悩みなんですね。あとはどのフロアを使用するのが使いやすいのかというのもありますね。今回は M ハウスのお悩み解決全編として、使いやすいフロア、地下に向かう階段周りの作り方、私が実際に制作した M ハウスの実例ご紹介という構成で進めていきたいと思います。まずはどのフロアを使うのがいいのかなんですけれども、 M ハウスは入り口からの奥行きが個室と同じで、横幅は個室の2倍あります。3フロアと考えると個室の6倍の大きさを持っているお家です。なのに設置数としては300ということで、個室の3倍しかありません。つまり3フロア全部を使おうとすると個室の半分の密度のハウジングになるので、どうしてもスカスカな感じが出てしまうんですよね。なので個人的には3フロアのうち1つのフロアを閉鎖するというのがおすすめです。ではどのフロアを閉鎖するのかなんですけれども、個人的には地下の閉鎖が一番良いのかなと思っています。理由は3つあって、1つ目は地下のこの部分がちょっと使いにくいこと。既存の家具がなかなかうまくはまらない大きさの場所で、パーティション系をここに置くと上の階段に飛び出てしまうというのもちょっとネックです。2つ目は階段の両側のこの部分の処理が難しいこと。特にゴブレットビュートのお家はこのようにとても分厚い飾りがついているので、パーティション系を置いてもはみ出てしまってハウジングに制限が生まれます。そして3つ目は階段上をきれいに使えればハウジングがとても素敵に見えること。というわけで早速その方法をお伝えしていきます。いつものように浮かせなしで作ります。床はセラミックフローリングに変えていますので、マス目をガイドとしてご覧ください。玄関を作ることを想定して、ショーケースとブックシェルフパーティションでポジション確認をしていきます。ショーケースを扉の前に置いた後、ブックシェルフシークレットパーティションを裏返して重ねます。この方法での玄関の作り方は S ハウスのお悩み解決動画の方でご覧ください。ここを起点に階段上を作っていきます。まず倉庫からステージパネルを取り出して、今置いたブックシェルフパーティションの横に綺麗に繋がるような場所を見つけます。紫色になっていますが、倉庫出しなら設置できるので、サブメニューの配置するから設置します。今回倉庫出しでの設置が多いため、倉庫から出して設置といった家具はサブメニューの配置するから設置の意味だと思って見ていただければ幸いです。さらにパネルをつなげていくのですが、階段の真上では取り出せないので、階段の踊り場で倉庫から取り出して置きたい場所まで持っていきます。上から見ながら1枚目との境目が綺麗につながるような場所を見つけて設置します。さらにもう1枚倉庫から出して2枚目につなげて設置します。グリッドをオフにして微調整してみてください。次に階段の手すりに乗ります。手すりの形状は居住区によって違いますが、壁から3マスくらいの場所が目安です。ここで先ほどと同じように倉庫からステージパネルを取り出します。このようにパネルが手すりに乗るので、壁から2マスより少し内側の場所に設置します。置けたら階段の踊り場に移動して、先ほどと同じ要領で倉庫からもう1枚パネルを取り出して設置します。ステージパネルを5枚設置するとこんな形になります。続いてイミテーションウッドルーフウィンドウをパネルの隙間を埋めるように貼っていきます。このルーフはすべてオレンジ色の通常の貼り付けです。2つ目もつなげて貼ります。
反対側にも同じように貼っていきます。対称になるように貼ると綺麗なので、ルーフの重なり具合を見ながら調整してみてください。次にホワイトハーフパーティションを階段の手すりの隣に通常の設置で置きます。イミテーションウッドルーフウィンドウをハーフパーティションの隣に貼り付けます。この時なるべくハーフパーティションと高さが合うように微調整してみてください。貼れたらルーフの周りをホワイトハーフパーティションで囲んでいきます。パーティション同士が重なるとちらつきが出てしまうので、なるべく重ならないように置いてみてください。空いているところにはストーンロフトを貼ります。この家具は高価なので、入手が難しい場合はウッドロフトで代用しても大丈夫です。こちら側の壁にルーフよりも上になるようにして2枚貼り付けます。ここまでが土台です。この時点で階段は見えなくなっていますね。さらにデコレーションして、このエリアを光が入るテラス風の場所に仕上げていきます。ペンダントウォールライトを取り出して、天井のルーフの境目に一度貼った後、そのまま下に下げていきます。貼れたらハージングメニューを開いたまま階段の踊り場まで降りていきます。右上にペンダントライトが見えていますね。このライトの光の真ん中を目安にします。倉庫からウッドスラットパーティションを取り出して、縦向きに回転させてから明かりの真ん中のラインに設置します。次にウォーターパーティションを倉庫から出して、今置いたウッドスラットからはみ出ないようにしつつ、パネルとの重なり具合で雨の強さが好みになるように調節して設置します。もう一つの壁にも置くのですが、こちらはウォーターパーティションが踊り場の床にしっかり接する場所で設置します。左に行き過ぎると階段に乗って少し浮いてしまうので注意してみてください。綺麗に置けていればこんな感じになります。この木の部分の高さがずれていたら置き直しましょう。ウッドスラットとペンダントランプはここで回収します。倉庫からキャンドルセットを取り出して、壁際のストーンロフトの下あたりに設置します。キャンドルの光がふんわり壁に当たるイメージです。同じようにもう一つ設置します。ツリーハングプランターを雨のエリアを囲むように壁に2つ貼り付けます。インダイレクトウォールランプの電気をつけてから、ルーフで見えない左奥の壁に貼り付けます。ツリーハングプランターの影が手前のルーフに綺麗に落ちるようにすると良いと思います。天井照明の照度を下げて確認してみましょう。影が綺麗に映っていますね。倉庫からウッドハンドレールを取り出して、ストーンロフトの手前に少し埋めるイメージで壁寄りの場所に設置します。続いて倉庫から
イミテーションオブロングウィンドウを取り出して壁に2枚貼り付けます。その上にウッドブラインドカーテンを重ねます。窓が少し見える高さで貼るとおしゃれです。右の窓の下にはウォールプランターを貼り付けます。さらにサイドタイドカーテンも貼り付けます。ストーンロフトにカーテンの右下が接するくらいがちょうど良い高さです。ストーンロフトは台座機能があるので卓上家具はそのまま上に置くことができます。テラスにはぜひお好きな小物を置いてみてください。今回はフラワーアレンジドケージと種を植えることができるラノシアンプランター2つとアクアリウム G1 を置きました。ここで最初に置いたショーケースを少し壁から離して置き直します。倉庫からウッドステップを取り出してルーフにうまく登れるように高さを調節して設置します。ウッドステップは右側にしかくっつかないのでショーケースを擬似的な壁として右に置くことで倉庫出しで好きな場所にくっつけるという小技です。終わったらショーケースを回収します。続いて先ほど使ったウッドスロットを土台の右側に取り出します。ここにウッドロフトを貼り付けます。ハーフパーティションの木の部分よりも少し下になるように貼ると良いです。ウッドロフトの上にドラムテーブルを置きます。ウッドロフトが届く位置ならどこでも置けるので好きな場所に置いてみてください。ドラムテーブルは置いた直後に触らなければ何もしなくても台座から剥がれているのでウッドスラットを移動させるだけで OK です。次にこのウッドロフトをルーフよりも少しだけ下になるように壁に貼ります。ウッドスラットは回収しておきます。テーブルの近くにマカロンクッションを置きます。テーブルの上にはシュラウドランタンとシュラウドティーセットを置きました。ウッドロフトがある左下のエリアは卓上家具が置けるようになったので他にも好きなものを置いてみてください。最後に円台をハーフパーティションの内側に仕込みます。こうすると台の縁にも座れるようになります。これで階段上が完成しました。ここまでの設置数は42個です。テラスの隣はお好みなのですが簡単に設置例をご紹介します。ステージパネルをつなげておきます。濃い青のパネルを天井の針の内側になるように置きます。元の色のパネルをつなげます。ウッドルーフも横につなげます。カントリーチョコボカウンターをオレンジの板が見えなくなるように設置します。倉庫からイミテーションクルーザーウィンドウを貼り付け、ブリックカウンターを一つは裏返して、もう一つはそのまま埋め込んで設置します。ショーケースのガラスが薄く見えるように置きます。アイビーカーテンを上に貼って、横にはツリーハングプランターを貼ります。ザナランモーニングセットを台の上に、窓の真ん中を照らすように
ペンダントウォールライトを貼ります。チェッククロスダイニングセットを真ん中に置いて、上にはハイハースディナーセットを置きます。プリズンパーティションドアを裏返して薄く重ねます。シンプルシンクとドラセナの鉢植えを置きます。ウッドスラットパーティションを縦向きにして差し込み、倉庫から出したキャンドルセットを窓の外の明かりをイメージして設置します。ダウンライトウッドロフトを天井の針からはみ出ないように貼ります。もう一つは倉庫から出して設置します。階段上のテラスとダイニングができました。最後に制作実例のご紹介です。ここは愛の鼓という和モダンのお部屋で、階段上は先ほどのテラスをもっとお外の雰囲気にした壺庭を作りました。浮かせ技を使って作っていますが、手すりを隠してウッドルーフで床を作る構造は同じです。横のスペースは個室動線の板の間になっています。このスペースが開けて日が入るととても開放感がありますよね。このハウスは紹介動画がありますので、そちらもぜひご覧ください。続いてはアリスというお部屋です。入って左がこのように通路になっています。この真下が先ほどの地下への階段ですね。この構造にすると M ハウスの1階を T 字型ではなく長方形として使えるので、奥に目立つものを作りたい時には合う構造です。このお部屋ではタイトルの通りアリスのお茶会スペースを作りました。 FC ハウスのため利便性を考えて通路を通らなくてもすり抜けられるようになっています。そして小ネタですが、カンパニーチェストの隠し場所としておすすめなのがここです。景観も壊さず便利な場所ですね。いかがでしたでしょうか。次回は M ハウスのお悩み解決後編をお届けします。ご視聴ありがとうございました。